スポーツカーを愛してやまないホンダが生み出した至高のロードゴーイングスポーツ NSX。 1990年9月に姿を現したこの車は、量産スポーツカーが果たせなかった数多くの革新を実現し、日本のスポーツカーの歴史を塗り替えた一台だ。最大の革新は、ロードカーとしては世界初となるアルミフルモノコックボディを採用した点。これにより NSX は1365キロという車重で登場した。この軽さこそスポーツカーにとって最強の武器であり、 NSX を現在まで第一線級のスポーツカーたらしめた最大の理由となっている。なお、デビュー当初、ドライバーの背後に搭載されたパワーユニットは3リットルの V6DOHC。 無論ホンダ独自の可変バルブタイミング&リフト機構である VTEC を採用し、自然吸気ユニットながら最大出力274馬力、最大トルク29キロというスペックを生み出した。またスポーツカーの定番ともいえる前後ダブルウィッシュボーンサスペンションには、コンパクトで低重心なインホイールタイプを採用。特にフロントサスペンションにはコンプライアンスピボットという新しいブッシュを用い、高い騒音性と快適性を両立していた。グラスエリアが大きく広い視界が確保できたことも快適さの一因だ。この騒音性と快適性の両立も NSX の革新したものの一つである。それまでスポーツカーとはストイックな乗り物であり、走るためには我慢を強いられるのが当然だった。しかし NSX は高いパフォーマンスと同時に快適な環境とイージードライブまで実現していたのである。1995年にオープンモデルのタイプ T を追加したこともその表れに違いない。こうして NSX の登場以来、世界中のスポーツカーは高いマンマシンインターフェースを持つことが必須条件となっていったのである。